アベベ・ビキラ、アベベ・ビキラ、アベベ・ビキラ、1932年8月7日から1973年10月25日は、エチオピア出身の陸上競技、長距離走選手で、オリンピックのマラソン種目で史上初の2大会、連続優勝を果たし、2個の金メダルを獲得した。サハライナンのアフリカ出身者としては、初のオリンピック金メダル獲得者でもある。オロモジンである。 当時のショア州、現在はオロミア州のにあるデュノバのジョル村で生まれる。家は貧しい小作農で、家族は当時の国境であるキリスト教コプト派、エチオピア正教会の信者でもあった。小学校には一年通っただけで早くから家業の手伝いをしていた。十九歳の時、皇帝ハイレセラシエ一世の親衛隊に入隊し、アディスアベバの部隊で訓練を受けることとなる。 10ヶ月の訓練期間の後、当時エチオピアが参加していた国連軍として朝鮮戦争に従軍するため不参まで派遣されるが、ほどなく休戦となり帰国した。帰国後、新衛隊で訓練の一環として各種スポーツのトレーニングを受ける。その中で足の速さが上官から注目されるようになる。1957年5月、4軍。 陸海空及び新英隊の陸上競技大会に新英隊から選抜されて出場、マラソンデニーとなり、1960年、ローマオリンピックの陸上強化選手に選ばれる。ここで、スウェーデン出身の専任コーチであるオンニ・ニスカネン、オンニ・ニスカナン、1910から1984の指導を受ける。ニスカネンは、クロスカントリーや、 インターバルトレーニングを取り入れた過適な練習を施した。強化選手となった当初はアベベは目立った選手ではなく、新衛隊で同期、舞台は別だったワミブラとの方が長距離選手としては期待されていた。しかし、1960年に入ってアベベは、ニスカ年から特別メニューでのトレーニングを受けることになる。その理由について、山田和弘は、アベベは、 ニスカネンの指導を理解して吸収する能力に優れてたからではないかと記している。ニスカネンはローマオリンピックのマラソンコースを視察すると、それに似た練習コース、フルマラソンより1キロメートル長いをエチオピアのキャンプ地近くに作ってらせた。7月にローマオリンピックの国内予選会で2位となり、マラソン代表に選出された。1960年9月のローマオリンピックに際しては、 偶然に靴が壊れたため、さらに現地で新しい靴を買おうと思ったが自分に合うものがなかったため裸足で走ることとなった。もともとアベベは子供の頃から裸足での山を駆け回っており、足の裏の皮は厚く、裸足で走ることに慣れていた。アベベはスタート当初は最後方に位置し、競技場を出ても最高峰のままであったが、15km を過ぎて戦闘集団に入り、 30km でトップに出ると、あとはそれを譲ることなく、当時の世界最高記録となる2時間15分16秒2で優勝した。レース前には全く無名で、アベベが戦闘集団に加わると、あれは誰だという声が沿道から上がり、プロフィールにもほとんど記載のないアベベがゴールのコンスタンティヌス外戦門に入ってきとき、各国の報道関係者も騒然となった。アベベは、 ゴール後に、まだ余力はある。走れと言われれば、もう二十キロメートルぐらい走れると話した。1937年から1941年まで、イタリアに侵略、占領されていたエチオピア国民は、アベベの優勝に熱狂し、アベベは、エチオピアの英雄となった。この功績により、帰国したアベベは、ハイレセラシエ皇帝に拝越し、勲章を授与された。また、 半年後には、兵卒から兵庁に昇進している。この1960年は17のアフリカの国が、独立を達成して、アフリカの都市と呼ばれ、アフリカ市において、重要な都市となった。アベベの優勝は、アフリカの高知民族が長距離層への適性を持つ、ことを世界に知らしめた。また、エチオピアの国土が、空気の薄い標高2000メートル前後の高知にあり、 そこでトレーニングを積んだことで心配機能が高められたのではないかという見解が示され陸上競技にコーチトレーニングが導入されるきっかけとなった。オリンピックチャンピオンとなったアベベには世界からレースへの招待状が届いたがニスカネンはその中から出場レースを慎重に選んだ。その一つに日本の毎日マラソン、現ビワコ毎日マラソン、当時は 大阪府で開催が含まれていたのは次回のオリンピック開催国を下調べするチャンスという意図があった。このレースではコースに入ってきた大群衆や対向車線の車、オートバイ、それに気温27度、湿度77%という悪条件が重なり、レース中に立ち往生するというアクシデントもあって優勝はしたもののタイムは2時間29分27秒と平凡だった。 2位には同僚のワミが入っている。アベベミカサに押し寄せた自動車やオートバイの排気ガスが記録を低調にしたとされ、かねてから交通事情悪化に悩まされていた毎日マラソンは、これを契機に翌年より、滋賀県に開催地を変更している。このレースの際もアベベは、裸足で走ることを主張したが、表敬訪問した、鬼塚株式会社社長、鬼塚喜八郎が、 日本の道路はガラス片などが落ちていて危ない。軽いシューズを提供するから履いてくれと説得したことにより、アベベは鬼塚製のシューズを履いて参加した。鬼塚はその後もアベベの元にシューズを送り続けていた。しかし、当時は特定のスポーツ用品メーカーとの専属契約という概念がなく、東京オリンピックの際にはブーマのシューズで参加し、鬼塚を苦笑させている。 また、1961年には出場した3つのレースすべてで優勝を飾ったが、1962年はレースに出場せず、1963年のボストンマラソンは5位と振るわなかった。国民の期待や走ることで得た地位から来る重圧があった。この頃、妻には走ればまた勝つと思われているっていうのは辛いことだな、という言葉も漏らしたという。 ローマで樹立した記録は1963年2月にテラサワ・トールが更新。その後もレオナルド・エデレンやベージル・ヒートリーがタウン期間に記録を塗り替えていた。1964年春、アベベは軍曹に昇進した。5月にアディス・アベバで1年ぶりにマラソンを走って優勝。8月の東京オリンピックの国内予選では、事故2位となる2時間16分18秒8で、 優勝し、代表に選ばれる。しかし、競技の6週間前に、盲腸の手術を受け、2スカ年の経てた練習スケジュールは大きく狂った。このため、日本の代表選手のコーチたちも、アベベは、マークの対象にしていかったと後に語っている。アベベは、エチオピア選手団の一員として9月29日に、来日し、選手村や隣接した、オダフィールドで毎日走った。 10月10日の開会式では、エチオピア選手団の騎手を務めている。10月21日の東京オリンピックマラソン本番では、20km 地点あたりから独走体制に入り、全く危なげのないレース運びで、ヒートリーの記録を1分44秒縮める2時間12分11秒2の世界最高記録で再びメダルを獲得した。近代オリンピック史上、 マラソンの種目で2連覇はアベベが初めての快挙であった。それ以後、オリンピックのマラソン競技で世界最高記録を樹立したランナーは出現しない。アベベはゴールした後に疲れた様子も見せずに、生理体操を始め、7万人の観衆を驚かせた。後にアベベは、まだあと10キロは走れたと語っている。サイドの金メダルにより、アベベは勝位に昇進する。また、 新衛隊の体育教官補佐ともなった。この時アベベに対応された自動車、フォルクスワーゲンビートルが後に悲劇につながることになる。東京オリンピック後もアベベはマラソンで優勝を重ねた。1965年には大阪府から滋賀県にコースを移した毎日マラソンに4年ぶりに参加28度の高温という条件のため記録は平凡だったものの独走であった。 1966年のソウル国際マラソンでも優勝したが日本から参加した君原健治のコーチである高橋進はレース中にアベベが監督者に乗ったニスカ年から出席される光景を目にして遠からずアベベも敗れるだろうという思いを抱いたと記している。1967年のサラウスマラソンでは途中危険した。この間注意に昇進している。 1968年10月のメキシコシティオリンピックでもアベベは3大会連続でエチオピアのマラソン代表に選ばれたがトレーニング中に左膝を痛めていた走り込みの不足や36歳という年齢による体力の衰えもあり史上初の逸話マラソン3連覇は不安視されていた結局メキシコ五輪マラソン本番では 16km で歩き出し 1 7トル地点で棄権した。ナオコの大会では、同じエチオピア出身で同僚のマモボルデが優勝し、エチオピアにオリンピック三連覇をもたらしている。結果は残せなかったものの、アベベは帰国後にマモと共に、ハイレセラシー皇帝に招かれ、その席で大位に昇進した。しかし、メキシコ五輪から約半年後の1969年3月23日の夜、アベベは、 アディスアーベバから北に約70キロメートル離れた車のという町の北方で自動車運転中に事故を起こす。生命に別状はなかったが第七系椎が完全に脱臼する重傷を負ったことにより下半身不遂となってしまう。なお国民に同様を与える不安から事故の事実は6日後になって初めて公表された。事故後にアベベが語ったところでは 対向車の全消灯に目がくらんで運転を誤ったという。これについてはアベベを妬む者の陰謀説が存在するが真相は今も定かではない。アベベは事故公表直後にロンドン郊外のストークマンデビル病院に入院し8ヶ月間治療とリハビリテーションを受ける。その治療はマラソンのトレーニング以上に過酷なものであったと家族に言ったという。この間、 病院で開かれたストークマンデビル競技大会、当時パラリンピックと呼称されていたが、現在のパラリンピックのことではない。詳細はパラリンピックの校を参照に参加し、11月にエチオピアに帰国した。翌1970年もストークマンデビル競技大会に参加。この時はエチオピア選手団の総監督も務めている。 1971年にはノルウェーで開催された新商社スポーツ週間の犬ぞりレースに参加して優勝を果たした。1972年9月のミュンヘンオリンピックでのアベベは組織委員会から過去の著名な金メダリストの一人として招待を受け車椅子の姿で開会式にゲスト出演しその後も会場で競技を観覧している。自らが動けないことで 競技を見るのが辛かったとのちに妻に語ったが、マラソンで、同エチオピアのマムボルデが3位に入り同メダルを獲得、アベベと同じく五輪に大会連続メダリストの快挙を大いに喜んでいた。晩年のアベベは、このように体が不自由な状態ながらも、生涯スポーツに関わり続けようとしていた。しかし、ミュンヘン五輪からわずか一年後の百七十三年十月二十五日、 アベベは脳出血により首都アディスアベバにある陸軍病院にて41歳でその生涯を閉じたのだった。因果関係は明確ではないものの自動車事故の後遺症が脳出血の原因であると見られた。アディスアベバにはアベベの名前を冠した国立スタジアムがある。筋力とスタミナの源は小さな頃から家族を助けるために重い荷物を背負って 長い賛同を行き来する生活を送っていたことによる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。